こんにちは、山本道場の山本誠二です。さて、金曜日は、100切り企画をやってきましたが、まあいろいろとね、いろんな要素で、コースのことをやったり、100切り企画なんですけども、まあちょっとこう総合的な、要素というのもここ何回かやってきましたけれども、この100切り企画で後半やっぱり大事にしてもらいたいのは、あのパターのように打つというやつですね。これ非常にこう難しいことを考えなくてもいけるということでしたが、これを利用してですね、このパターのように打つというのをの中で、いかに、その飛距離をちょっと伸ばすかということをやってみたいと思います。それではいきましょう。はい、これパターでね、打つ、パターのように打つということなんですけども、これ、ね、非常に簡単ですよね。まあ、パターをこういうふうにしてこう打つ人はやっぱりいないので、パターのように打ってくださいっていうだけでですね、こっちがその求めてる動き、これに、ね、なるということで、ちょっとコメントの中でもですね、あと私が実際に見てる山本道場の生徒さんでもですね、いやこれ効果あるよと言っていただきました。ただやっぱもうちょっと先生距離で出したいんだけどということになった時に方法はないんですかと、いやあります。そこでですね、これ私、このゴルフで飛距離を伸ばすためにですね、やってる練習法がボクシングね、実際にボクシングジムに通ってるんですけども、やっぱり通ってみて、まあそうとは思ってたんですけど、やっぱりすごいなと思うのが、やっぱりパンチ力、パンチをどうやったら強く打てるのかというところがですね、非常にやっぱり効果があります。まあちょっとね、私は専門家ではないんですけども、習ったまま言うと、やっぱりパンチをこう殴っていくというよりも、握るということが非常に重要だそうです。ですからここで握るっていうことはですね、この握る前っていうのは力抜けてないといけませんよね。ほとんどのそう考えてみればですね、ゴルフも先でグッと握っといてボコーンと打つような感じになると思います。こういって切り返してグッと力入れてバーンと打つような感じ、まあこれでも合ってる人はね、このやり方ですごい飛んでるんだという人はいいと思うんですけれども、私はできるだけ力を抜いておいて、バーンとボールを打つときに、ね、ボクシングのパンチのようにいけたらいいなと思ってます。練習法としてはですね、もうこうまずパター持ちます、ね、でパター持ってこう力抜いてこうストローク してほしい。こういうふうに、こういうふうに、こういうふうに。でボールを打つときもこのままストロークします。ボール打つときもこのままふわっと握ったままストロークします。こんな感じ。これができたらキュッと打とうとするんじゃなくて、このボールがこの当たる瞬間にグッと握ってほしいです。握るだけ、こう前から、ね、その時にこう来た時、両方の手もです、両方ともですね、グッと握った時にちょっとこの人差し指と中指のナックルがグッとこう前出る感じ、グッと前出る感じ。こっちもいきますね。こういうふうに、こういうふうに普通にこう振ってたのに、ボールが当たる瞬間にここでクンッと、スピードは絶対変えないです。当たる瞬間にこんな感じ。さあちょっといってみます。ストローク、パターのように、パターのようにから当たるときにスピードは全然変えないで、いう感じ。これもめちゃくちゃパターが分かりやすいです。そしてこれができたら、ちょっとウェッジで変えてみましょう。パターのように
転がしていくというイメージ、こんな感じですね。これにスピード変えませんよ。くってこれで、これ飛びそうだよしと思って先に握ったらダメですよ。ふわーっとこうパターのようにしといて、ね、でボールが当たるタイミングで、今ちょっと音変わりましたね。スピードそのものは全く変わってないです。こうイメージは転がす転がす、直前まで転がすイメージで、もうゆっくりボールを打とうとしてるのにボールがバシッと飛んでます。これものすごいいいですね。イメージはもう本当にもう転がす振り幅だけですから、こうやってプンとこう、これぐらいでいってみましょうか。ちょっとボールの勢いが変わると思います。プンとこれぐらいね、はい。で次握ります。転がすイメージ、転がすイメージで、これは転がすイメージで、球全然変わります。ただもうなるミスとしたら絶対に結果を欲しくて先に行っちゃいます。これダメです。絶対に先に握らない、先に握らないで、これもうほんまにもうコツンと当てるだけのところから、ものすごいクッて握っただけでパワーがバーンと変わりますので、ね、これもパターの練習からやってみてください。それからやっぱり大事なことは、こう振るということじゃなくて、ボクシングのようにここで握る握る、体が前に行くんじゃなくてこの位置で握る握る握る、ね、握ったらドーンと行きますから、握ったらドーンと行きますから、はい。このパターのね練習方法、これやっぱり今回はインパクトを強くするためにこのパンチのね、イメージ、これはもう私がボクシングジムに練習させてもらいに行きながらやってますけども、もう一度ですね、このいわゆるこう振っていくということじゃなくて、この位置で握る、この位置で握る、この握るのもガンと前出すんじゃなくて、ちょっと余裕を置いた感じで握る、ガンガン、そうすると勢いでクッとこう前出る感じですね。これでもクッと前出る感じ、握るとね、握ると出ますから、これはもう本当にあのパンチを打つということで、ものすごいこう利用できるなという感じなんですけども、実はこの私が練習させていただいてます森岡ボクシングジムのプロの選手が今度試合をすることになりましたので、ちょっと選手の紹介とそれから練習風景、これをちょっと参考にしてもらったらどうかなと思います。パターの練習法、パターのインパクト、パンチのインパクトの方法をやってみてください。山本道場さんをご覧の皆さん、丸田ひなたです。10月の26日に後楽園ホールで試合があります。必ずいい試合して勝つので応援よろしくお願いします。
山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、ツイッター、インスタグラムもやってますので僕の方よろしくお願いします。やめろ。